昨日吉田町で行われたイベント会場で町の広報大使第1号となったインフルエンサーの就任式が行われました。広報大使となったのは吉田町出身で総フォロワー数160万人を誇るインフルエンサーひかりんちょさん20歳です。就任式では田村憲彦吉田町長がひかりんちょさんを通じて新しく変わっていく吉田町を知ってもらい興味を持ってもらいたいと挨拶しました。ひかりんちょさんは Z 世代を代表する代弁者モチベーショナルスピーカーとしてSNS やテレビ、ラジオへの出演のほか、大手企業の宣伝プロデューサーを務めるなど、幅広い分野で活躍しています。アットホームな街だなって私はすごい思ってるので、そんなあったかい街の魅力、なんかもういろいろな場所だったりとか、すごい人だったりを紹介できていけたらいいなと思ってます。ひかりんちょさんはこの後田村町長らと共に餅まきに参加しイベントを盛り上げていました。